続いてね、僕の方から誕生日サプライズありますので、お楽しみに。いやへー、先生の次のマボでございます。本日はイベントですね。イベントやな。今日ね、大輝と恭平の誕生祭のイベントなんですね。生誕祭イベントでございます。昨日ね、多忙の中時間作ってプレゼント買ってきました。おお。日々のね、一緒に頑張っている仲間としてちょっとね、感謝の気持ちのプレゼント、うん、渡したいと思います。それだけじゃなくてですね、次が誕生日なんですけども、終わってるんですけど、そうだね、7月ちょっと ST がバタバタしてまして、うん、誕生日を祝ってないんですよ、タツキの。本日はサプライズで、タツキの方にも、サプライズして、おお、プレゼントを渡したいと思います。そういう祝い事っていうのをちゃんとしたいから、俺は。あ、昨日買ってきたのが、大輝がルイ・ヴィトン、恭平がグッチ、タツキもルイ・ヴィトン。うわー、めちゃめちゃかますやん。ケーキもありますよね。あー、いや、もうケーキで終わりだと思うよ。写真付きのケーキもある。うん、そこで終わりだと思う、普通は。ホラーとか都市伝と違って、幸せなやつスタジオ、そうですね、幸せな動画を届けたいと思います。やっていきましょう。やっていこう。誕生日ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今日はお酒飲むイベントなんで、ガンガンバースデーのお二人行っちゃってください。はい、先に言っときますけど、お酒飲むイベントなんで飲んでるだけですからね。はいはい、乾杯しよう。今日この後どうせあのバースデー組はこのシャンパンも飲んでる。はい、いただきますよ。何本行くんだこれ。ケビー、はい、ケビー、これこれ後ろで息してないやつだけど大丈夫。息してないやつだけど俺に触れるな、別に俺主役じゃないから今日。日々のね、一緒に頑張っている仲間としてちょっとね、感謝の気持ちのプレゼント、うん、渡したいと思います。続いてね、僕の方から誕生日サプライズありますので、 お楽しみに。嘘でしょ。マジで言ってる。ルイ・ヴィトン。これ大輝さんにプレゼント。マジで？おめでとうございます。ありがとうございます。もらったぞー。恭平さん、グッチのプレゼントです。ありがとう。ハッピーワッフェル。もう大満足だと思いますけれども、はい、最近病み上がりの、今盛り上がってるタツキさんにも僕からプレゼントがあります。タツキ誕生日7月なんですけれども、はい、ちょっと ST バタついてて僕プレゼント渡してなかったので、僕からプレゼント渡してます。
月誕生日おめでとう。ありがとうございます。これは予想外すぎ。これからも一緒にお祝いさせてもらいますよ。よろしくお願いします。おめでとう。はい、じゃあお開封のお時間ですね。ありがとう。なんだなんだ、腕まくっといて。うわーやばい、もうねかっこいいね、プロからかっこいいね。グッチっつーも高まるね。うーブレスレット、ブレスレット絶対強兵欲しいと思いまして。これやべ、腰抜けた今。腰抜けた今。恭平のファッションに合いそうなキャラついてるタラーンって垂れるやつ。え、マジ俺やべえこれ。うわすげえかっけえ。うわうわちょうど欲しかったよ。絶対いいっしょ。センス1万点。センス1万点。1万点。いいラブです。見せ絶対共演のファッション似合うな。続いて大輝さんですね。いやこれなんかでかいんだよ、これ。てれマフラー、俺めっちゃマフラー欲しかった。大輝マフラーのイメージないなと思って。いやいや俺マジマフラーめっちゃするよ。ガチモンです。あれはもう、やばっ。つけてや。いやビトンめっちゃいいねするわ。ありがとう。うおやばい。うわかっけー。イエーイ、ナイスプレゼント。おい最高、ありがとう。変なタイミングで来たよ、変なやつが。また泣かなかったからもう次から何も買わないよこいつには。いや俺も泣くの知ってるよ。泣けないよ。じゃあこちらですね。これはなんだ。タツキちょっと腕まくっといてもらって。タツキも腕寂しいなと思って、はい、ビトン欲しがってたんで結構やばいっす。うわうわうわこれやばすげえ、いかつずるすぎ。これずるい。どうぞ。イエーイ。チラッと見たら LV みたいな。いやこれ何気ないポイントだね。ちょっとあんま主張しない方がいいのかな。うわ似合う、似合う。ということでね、はい、最近皆さん見てる皆さんのおかげでね、はい、ご視聴いただいたりして、はい、もう登録者もすごい伸びてまして、これからもね楽しませるために全力でやっていきますので、はい、まあ、イベントの方もちょっと今日初めて多分動画出したと思うんで、はい、こんな感じでやってますので絶対楽しませますので、ツアーもありますしね、はい、大阪でバーのイベントとかも考えてます。まずはツアーの方から来てくれればなと思います。はい、はい、おめでとう。ありがとう。すごい見せるように拍手してる。ひたすら夢